こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回は、噂の太平楽アヘアゲ変化球をやりたいと思います。早速行きましょう。で、今回のデッキがこんな感じです。上高、山口、メガネ、青い、ハゲ、スバルと。中二病スバルって感じですね。今は。で、もう見ての通り変化球6で彼女すら連れてきてない構成です。これで、できる限り変化球ポイントを集めて気持ちよくアヘアヘ変化球やろうかなという感じです。早速いきましょう。で人が集まってるところで、今回皆さんに簡単にコツではないですけど、僕も聞いた話で太平楽の変化球練習レベルを上げるコツというのがあるらしいです。で、ここでいいか。で、それが何なのかというと、反監督派ですね。監督派の方はよく知らないです、僕も。で、練習回数が一つの種類に対して4回行くと、練習レベルが上がるという性質があるようです。なので、メモか何でもいいんですけど、どの練習に何回行ったかというのを記録しておいて、練習レベル3で保っておいて、セク1は。反監督派にセク2で行って、ガンガン変化球の練習レベルを上げておくと、いろいろはかどるって話ですね。で、これこっちでいいか。なので僕も今サクセスをしながらパソコンにカチカチ回数を記録しておきながらという感じでやってます。で、実際まあどうなるっていうのはセク2に入ればお見せできると思います。セク1は簡単に流しながら見ていただければという感じです。太平楽も久しぶりにやるな。いまだにな、なんでしょうね。どうやったらうまくいい選手が作れるのかというのが僕自身あまり分かっていないので、もしもうコツをつかまれている方がいれば教えていただきたいという感じですよね。で、肯定しとくか。いざ行かん。みんなの人気者。星に頼む。今だなぁ。メンタル山口と。おぉ、めちゃくそ早い。調子が悪いんじゃないと。うん、いいやつ欲しかったですね。で、スタミナ。OK、ナイス。今、コツ状況どんな感じと。うん、ピンチだけか。変化球いきましょうか。タック全く絡まないですね。あんま光ってるやつもいねえかな。で、変化。いいですね。説明を聞かない。で、お、ちょうどよく。イベキャラが向こう側にいっぱいいますね。さて、こっからが本番ですと。スタレンでいいかな。
で、今の練習でスタレンが3回練習したことになりました。なのでスタレン行くと次評価を上げ、あ、評価じゃねえか、練習レベルを上げれる感じですね。で、これどうしようかな。一回休むか。無理してもしゃあないんだね、今回。 OK、 やってみる。で、青びっくりと。変化球練習も今ので3回目ですね。 OK、 ナイス。なんでどっちか、変化球練習かスタレンいければ上げれるんだが、まあ今だな。キレッとカッチューン取りましょうか。おお、素晴らしい。山口、遊びましょう。無理なくアヘアヘしていきたい感じですね。このイベント、で、変化球光ったので、今3回でこれで4回目です。なので理論から言えば、これ踏んだら必ず練習レベルを上げるイベントが出るはずです。という感じですね。で、できたら他の練習も、スターも踏みましょうか。踏んでまた一段上げれるはずです。せっかくなんで連続で見せればいい。もう分かりやすいと思うんでね、こういう感じで。で、できたらコントロール行きてえなと。うん、さすがに光ってるからこっちだよな。で、今のもコントロール行ったらもう一段変化球の練習レベルを上げれる感じですよね。で、初詣で体力回復しましょう。おー、ラッキー。うん、スバルでいいだろう。うん、2人行きましょう。本に行きたいんだけどな。青い踏みましょうか。で、緩急はさっき掴んだので1個取ってと、逃げ玉取って、という感じですね。で、このまま今回は反監督派にいたいと思います。最後のセクション変わるかもしれないですけど、とりあえずここで練習レベルの、まあ、上げる方法ですね、ご紹介できればなという感じです。で、今ので変化球練習3回目なので、次行ったらまたレベルを上げれる感じですね。ナイスベッチ。で、これどうしようかな。切っちゃってもいいな、今回。山口ちゃん。もうダメだで、切っちゃいましょうか、今回は。で、これで、おお、3人集まると結構いいな。
で、どれを変化球。パームからいこうかな。で、リリース。リリース待ちますか。ちょっと技術つらいっすね。で、これで4回目なので、変化球練習が。またレベルを上げれるはずですね。間違いがなければ。というところですね。なので、この規則性を理解して活用しながら進めていけば、かなりうまく。で、コンもこれで4回目なので、変化球練習がまた上げれるはずです。で、リリース取ると。4-4-4、4-4、スローカーブいくか。という感じで変化球練習を効率よくマックスまで上げることができましたと。なんで一点集中型ですね。球速ピッチャーとか変化球ピッチャーとかそういうのを作りに来るんだったら、まあ、かなり大変楽ってやりやすいんじゃないかなという話です。おお、狂気でくれ。まあいつものやつですね。安定の失敗ですね。で、SG 高校との練習試合ですと。で、コンピューターに任しちゃいます。んで、スライダー覚えちゃうかな。まだいいか。タイピン取りましょうか、一つ。これで、あとはもう任しちゃいましょう。どれくらい抑えられるか全く謎ですね。いやー、ちょっと5人タック見たいですね、ここまで来ると。どんぐらい入るんだろうなっていうのはすごい興味ありますね。まだ僕も4人までしか見たことないんでね、自分でやった限りは。他の人が5人やってるのは見たことあるんですが、自分ではまだなので、なんか出てくれて嬉しいんだけどな。監督、上げなくていいか。休みましょう。うまい練習なかったらもう休む感じでいいと思います。で、気分転換と。マリンボール覚えたいと。で、スライダーもう取っちゃいましょう。神高待ちしましょう、それで。これ、丹波いっとくか。技術の確保と監督評価。あとはびっくりで技術、あ、ごめんなさい、変化球ポイントですね。ああ、危ねえ、危ねえ。うん、一人だったらいいですね。ああ、ただ山口ですね。山口と練習すると、やっぱりかなりポイントをもらえるので、僕のだと51位ですね。積極的に行くのはありかなという感じします。で、これは神高がいるんですが、一人なんで無視します。アヘアヘ変化球やるときは。ね、これどうしようかな。付き合っとくかな。ちょっと迷いますね。スバル来てほしくないからな。続けましょう。で、これはそうですね。しゃあないんで行くか、メンタル行くかって感じですね。これは行きますか。監督もいるんでね。あ、ごめんなさい。使うとか。やることがあまりにもなかったですね。なんでもう本当にアヘアヘ変化球はここまでお膳立てしたらあとは運っていう感じですね。うん。これだったら次練習できなくなるぐらいなら休むって話ですね。おい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 、めっちゃ進んでるんだが。葵ちゃん、早くしてくれ、葵ちゃん。どうしようかな。
変化いきますか。で、まんま、ハン監督にいればいいかな。どうしよう。監督は行きますか。おお、いいですね。ちょうどいいですね。で、山口だから、勝ち運を取っちゃいましょう。取ってるか。これで山口から大量にポイントをもらえるはずですね。おお、うまいな。お、まさか。僕はもらいをいつも選択してます。ダメか。あ、アマギーは成功したことないんでね。二人か。二人だったら休みましょうか。で、監督はいい点として、体力なくなって休むと必ず、こういう感じで大回復できるのと、あとは、練習、体力減ってる時にやると、ランダムで、お前何やってるんだと、怪我をせずに回避して、怪我を回避して、リスクを取りに行けるってやつですね。で、やってみよう。おい。それは掴もうよ、せっかくアヘアヘしに来てんだから。3球しかない、今回。お、いいですね。ランダムで体力回復と。お、なんか監督がうまい感じで。来てくれますね。評価上げていきましょう。バシバシ。んで、これコツタックだから行くか。で、さっき話してた監督と体力ない時かに練習して監督が入ってくるっていうのを見せられればいいですね。これですね。なんで、リスクが高い練習も、思い切っていくこともできますという話です。お前らこっちじゃねえよ。休みたいけどな。監督行けますか。なかなかいいですね。なかなかアヘアヘしてますね。これは当然突っ込む感じですね。おい。ただ監督が癒してくれますと。なんで監督は利点はこの辺かなと思います。監督行こう。そろそろ監督とコツがくれるやつ、これですね。4回練習するとこのコツをもらえるイベントが出ますと。全部いらねえんだが、ほんと今日は休めばいいからな。本来は必ずコツをもらってくださいと。お、どっちでもいいな、もう。スタートランだった。いいですね。まあまあいいですね。さっきの4人が通っていて、葵ちゃん成功してれば、総編も結構伸ばせた感じかなという感じはします。で、神高がスライダーまだなんだが、んーで、まあこれでいきましょうか。神高さん、スライダーください。お願いします。スライダー待ちです。で、まあ気持ちよく練習をして、あとはもう試合に勝っていくだけですね。
なので、僕が今知ってる限りのコツですね。まず、ハン監督入って、練習レベルやりたいやつをバシバシ上げて、それから、監督側に移って、レギュラーで試合に出れるようにしようか。いうのがいいんじゃないかなと思います。で、そうですね。今のところは僕はそれくらいしか分かっていないので、ガチの選手を作りに来るというよりは、遊びたいときに太平楽はすごくいいんじゃないかなと思います。やっぱりその一点集中で点数を集められるというのは、今のシステムだったら、まあいい選手を作るというよりは、やっぱり一極集中型になれるだけなので、すごくいい選手、まあ効率、ランクの高い選手か。というのはちょっと難しいかもしれないと思ってます。上手い方はもう方法を見つけられてるかもしれないので、それはぜひまたあれば教えてください。うん、まあまあだな、2人とも。今回スライダーのコツもらえなさそうですね。ちょっと厳しいかな。完全に上高待ちなんだけどな。低めもらって。奪三振はいいか、今回。打たれ1個。行きましょう。スライダー3くらいで終わっちゃいそうですね。3、4いけるかな、頑張ったら。試合に勝てればって話ですけどね。すでにやばい。しかもなんでこいつパワー S なんだ。うまーい。負けそうっすね、普通に。第9、初球から振ってきました。これがショーフライになって。第9、投げた。第2球、投げた。これも空振り。タイミング合いません。投球は3球目。1つ外したボール。カウントはワンボール、ツーストライクです。おお、マジか。アウトローへ。カウントツーボール、ツーストライクです。三振。打順。第9、初球見送ってストライク。第2球、投げた、打ちました。セカンド、これは守備範囲内。気迫を見せましたが、ここ。1点ぐらい取ってほしいな、なんとか。自分で打たれときながら、味方に点数をお願いするっていう。第9、初球空振り。第2球、直球ストライク、高め。これで追い込みました。投げました。直球高め、ボール。カウント、ワンボール。いやー、ダークネビュラ投げたいな。本当にイベキャラ化してほしいですね。ダークスバル、闇打ちスバル、初球はストライク。あれ欲しいな、出たら。第2球投げました。いや本当に闇大西さんと闇嵐丸も本当欲しいですね。見逃しの三振。出てこないのかな。うん、残念ながらすみません、僕の失点で負けました。で、今回は本当にあへあへ変化球をやるというところと、まあ、どう太平楽って使っていけるのかなというのを皆さんにお見せできたかなと思います。で、まあ、どこでもいいだろう。4200点。もう、しゃあないっすね。で、僕、最近、スバルの37か、のフレンドの方が、パワープロ引退されてしまって、スバルいなくなっちゃったんですよね。なんで、フレマラしてます、スバル使いたいときは。で、なんでもいいから、取るか、適当に。玉持ち。スライダー1個あげるかな。タイピン。
やー、これ S いかないだろう。B ランクぐらいかもしれないですね。C くらいかもな、下手したら。おお、A 行くんだな。ということで、やはり変化球強しって感じですね。これでも変化球、これでも A なんだな。まあ、予選、2回戦か。負けでも、一応 A いけましたね。変化球6で。なんでお伝えしたかったのは、太平楽はこういう形で運用することができるんじゃないかという話と、まあ、それだけか。で、一番最後に変化球やはり強しと。変化球をとりあえず積んでおけば、やはり高ランクの選手は作りやすいのかなというところでしたね。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。